はい、ワンちゃんがモテないのはどう考えても自分のせいだ。のまんちゃんです。皆さんこんにちは。わたモテ、もう一度アニメ化しませんかね。修学旅行編以降本当に面白いんですよ。皆さんこんにちは。雑コラが雑すぎる。ラグに全力を注いだからね、しょうがないね。とにかくわたモテは主人公が個性的で面白いのですよ。やっぱり主人公はあれくらい個性的じゃないとね。というわけで今回はそんな個性的な主人公が死んでしまう漫画やアニメを紹介しようと思います。導入が雑コラより雑すぎる。というか主人公が死んじゃう物語なんてそんなにあるの？主人公が死んだら物語がおかしくなっちゃうんじゃないのかな。あなたのようにキララ原作のゆるいゆり系アニメばっかり見ていたらそうそう遭遇することはないでしょうけど、主人公が死んでしまう漫画って結構あるんですよ。物語の終わりとともに死んでしまったり、物語の途中でパワーアップのために死んだりする漫画もあったりします。まあ今回は有名どころを紹介していくのでご覧くだされ。レッツゴー漫画チャンネルのまんちゃん。はい、では最初にご紹介するのは漫画デスノートになります。簡単なあらすじです。死神リュウコが落とした名前を書かれた人間を死に追いやるノート、デスノートを拾った主人公ヤガミライトは自らの正義を信じ犯罪者を殺害粛清していきます。そのヤガミライトとライトの殺人行為を止めようとする探偵エルたちとの物語です。ライトは作中の最高学府である東欧大学に現役で合格できる秀才なのですが、こっそりと犯罪者の粛清行為を続けていればいいものの、つい熱くなってしまい自らの凡ミスで自分の居住地区をがっつり特定されてしまうというおっちょこちょいで個性的な主人公です。かなり序盤で住んでる場所を絞られてたよね。あれがなければバレることはなかっただろうに。おっちょこちょいだな。で、最後はどうやって死んじゃうんだっけ？はい、最後は殺人の限りを尽くすために使用していたデスノートによって死んでしまいます。人を呪わば墓二つってね。結局ライトが墓穴を掘ってしまうような行為をしたり、ジェバンニとかいう一晩で何でもできる男の活躍によってライトは追いやられ、最後はリュークに無様にも助けを請うのですが、リュークの手によってデスノートに名前を書かれてしまい死亡となります。少年ジャンプで悪役を主人公にして最後無様に死んでいくというのは当時としてはなかなか珍しい終わり方だったかもしれないね。えん、これは主人公が死亡系漫画の中でも主人公が死ぬことで物語の終わりを迎えるというジャンルですね。はい、次にご紹介するのはスクールデイズになります。簡単にあらすじをご紹介します。高校生である主人公の男子伊藤誠は同じ通学電車に乗る桂琴の葉のことが気になっていました。ある日誠は高校に伝わる好きな相手を携帯電話の待ち受け画面にして3週間隠し通したら思いが叶うというおまじないを実行したものの、実行してすぐに隣の席の西園寺世界に見つかってしまいます。世界はそのお詫びにと誠と琴の葉との関係を取り持ち、めでたく交際が始まるのだがという内容となっています。王道ラブコメじゃないですか。好きな人と結ばれるためのおまじないとか甘酸っぱい青春ですね。このあらすじから主人公が死亡してしまう流れになるということは、察するに主人公の誠くんに病気が発覚して死んでしまうとか、そういう感動系のラストにつながるんじゃないですか。いえ、ヒロインの一人琴の葉との仲を取り持ってくれた西園寺世界ちゃんに殺されてしまいます。どうしてそうなった？ラブコメの波動を感じていたのに、なんでそんな事態になってしまったんですか？はい、なんでこんなことになってしまったかというと、琴の葉との交際が始まるもすれ違いが続き、彼女のことを疎ましく思っていた誠は相談相手だった世界と浮気し肉体関係を結んでしまいます。その後複数の女の子と関係を持つなど最低ムーブを繰り返します。そして終盤、世界は誠に自分が妊娠してしまったことを告げるのですが、
責任を逃れるような発言をしたり、堕胎を提案するなどして、最後は逆上した世界に差し殺されてしまいます。まことしね。あらすじのラブコメ感はどこ行ってしまったんだ。これも、主人公が死ぬことで物語が終わるパターンでしたね。漫画チャンネルのまんちゃん。はい、というわけで、今回はリハビリ動画ということで短略でお送りいたしました。まだ、いくつか主人公が死んでしまう漫画は思いつくので、いつか完全版をお届けしたいと思います。不完全なものを動画としてあげるんじゃないよ。でも、主人公が死んじゃう漫画はまだまだあるよね。悠々白書とか。そうですね。有名どころも紹介できてないので、またいつか、ね。皆さんも、主人公が死んじゃう漫画といえば、こんな漫画あるよっていうのあれば教えてください。では、ここまでご視聴いただき、サンキューです。ありがとなー。